あなたは腹ペコ山上くんを知ってますか？僕が山上神、みんなを幸せにするの神、腹減った神。 YouTube や Twitter などで話題騒然の着ぐるみショートムービー、その人気の秘密をこっそり教えちゃいます。ハウトゥー腹ペコ山上くん、その面白さの秘密。1. キャラクターたちがヤバかわいい。友情の神様磯部くん、喧嘩の神様川上くん、出世の神様土田さん、恋の神様木下ちゃん、どうかしてる神様たちが日本を荒らします。 2. 各エピソードがヤバおかしい。お前を食べる神、ちょっと過激でブラックなギャグが満載です。 3. 着ぐるみなのにアクションが過激、スーツアクターさんも負傷した容赦なきマジ当てアクション。4. 意外とテーマが重厚で社会派、社会への怒りを時折爆発させます。 5. さりげなくお色気が満載、可愛い女の子がたくさん出るので大人の方も大丈夫。 6. 声優はスタッフがほぼ演じてる、大人の事情でキャラクターの声は監督プロデューサーがやってます。これって制作的エコだね。VFX 監督もやってるよ。 7. 心霊映像が映ってる、タイトルバックの中に不気味な人物の姿が、よく見てね、ほらね、いたでしょ。 8. 映画版はスケールが超でかい、予想外に泣ける感動のクライマックス。そしてこの映画を見ると運気が上がりハッピーになれます。劇場版腹ペコ山上くん、3月3日ひな祭りレイトショー。